さんに打ってほしいですっていうメッセージも、いただきました。私ついこの間あの友達が採れたての野菜をたっぷり届けてくれて、もう食卓が農家の食卓のようなもう野菜がたくさんのかなり豪勢な、食卓を楽しみましたけれどもね、まあ、楽しみましたというか今現在進行形で楽しんでるんですけれどもね、新鮮な野菜を改めて美味しいなと思っています。今日のラストコーナー行きましょうか。こんなおめでたいメッセージが届いています。ラジオネーム高井洋さん、どうもありがとうございます。私事ではありますが、昨日入籍いたしました。おめでとうございます。しかも昭和にすると昭和88年8月8日だったらしいです。こういうの計算してるんですね。なんで昭和に出したんだろう。これすごいですね。誰かが教えてもらったのかな。初めて知りました。Thank you.